それでは聖書を開きましょう。聖書は黙示録の4章ですね。今日は黙示録の4章を見ていきましょう。新改訳聖書で441ページですね。黙示録の4章ですね。私が奇数節を言いますので、皆さん偶数節をお読みください。黙示録4章1節、その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は見たまに感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目のように見、その御座の周りには玉のように見える虹があった。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶって24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。大地の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶ和紙のようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万軍の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光を誉れ感謝を下げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心の上に万物は存在し、また創造されたのですから。まあ、黙示録をずっと、まあ、開いておるわけですけれども、黙示録の、まあ、1章から3章というのはですね、まあ、1世紀の教会に対する、まあ、手紙といいますか、メッセージが少し書かれておりまして、そしてまあ4章からですね、まあ19章までといいますか、これはまあ観難時代といいますかの、まあ、事柄が書いてあるところにも入っていくわけですけれども、もう、まあ、この4章5章というのはですね、この天における御座といいますか、天における礼拝ということが書かれている箇所ですね。で、このことを、まあ、理解するためにはですね、まあ、1章から3章の、まあ、状況といいますかね、そのことが、まあ、一つ心にないと分かりにくいかなと思いますね。少し、まあ、復習といいますかしますけども、まあ、このヨハネの黙示録というのは、まあ、紀元、まあ90年代、まあ、と言いますかね、地中海をローマ帝国が支配していた時代に書かれた
ですね、まあ、手紙、でありますね。アジア、今のトルコの、まあ、エーゲ海側といいますか、ギリシャ側といいますかの、まあ、7つの教会に、まあ、宛てて書かれた手紙ですね。でまあ、書いたのは、まあ、ヨハネとね言われております。でヨハネは、まあ、パトモス島という、まあ、エゲ海上にある、まあ、小さな島に、まあ、迫害によってですね、まあ、幽閉されていたということですね。まあ、その当時のローマの皇帝は、まあ、ドミティアヌス帝といいますかね、まあ、非常な大きな迫害、教会を迫害した、まあ、皇帝の時代ですね。まあ、ですからこの、まあ、書かれた背景というのは非常にこう、まあ、ひどい迫害の中にある、まあ、教会がに当てて書かれたんですね。そういう、まあ、時代ですね。でそういう時にですね、こう4章ですね。その後私は見たと、ね、見よ天に一つの開いた門がまあ、天国の門、ね、エルサレム、天のエルサレムの門と、ね、そして、まあ、先にラッパのような声で私の呼びかけが聞こえて、初めの声が言った。ね、まあ、一章にもですね、この、ヨハネは主の日に御霊に感じ、私のうちのラッパの音のような大きな声を聞いたとね、パトモスで聞いた。ことをね、語っているわけですね。そして、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうとね、まあ、このように、まあ、神様の語りかけを聞いたわけですね。まあ、第一に教えられることはですね、このラッパのような声で、ね、ここに登れとね、このように、まあ、書いてあるね。で、まあ、この、まあ、短い、まあ、聖句といいますか、からですね、ある聖書解釈では、このラッパの声とともにね、主が再臨されて、そしてこうね、教会をですね、敬虚されるというね、そういうふうな、こう、考え方といいますか、解釈を取る考え方もあるわけですけども。まあ、しかしここはですね、このそのような意味ではないですね。まあ、ヨハネだけがこの神様のもとにですね、まあ、引き上げられた経験を、まあ、語っている。で、まあ、この箇所に関連してね、まあ、パッとこう心に、思い、起こすのが、まあ、パウロの経験ですよね。まあ、パウロはですね、この、彼の手紙の中でですね、私はキリストにある一人の人を知っていますと、ね。この人は14年前に肉体のままであったか、肉体を離れてやったか、ね、それは知りません、ね。第三の天にまで引き上げられましたと、ね。そして、このパラダイスに引き上げられて、人間には語ることの許されていない言葉を聞いたことを知っていますね。まあ、まあ、パウロは自分自身の、まあ、経験を、まあ、こう、まあ、第三者のようにね、書いてある。この、パウロは地上におったわけですけれども、しかし、神様の恵みによってね、この天国を、まあ、見せられた。ね。そういう経験について語っていますけれども、それと同じような経験をですね、まあ、ヨハネはしたと。いうのが、まあ、正しい解釈と思いますね。というのは、この教会は、この4章から19章、ね、観難時代も、また、地上にあってですね、そして、観難の中で、この、まあ、守られて、証しする教会としてね、こう書かれておるわけですからね。ここで、まあ、観難の前に天に引き上げられたらですね、この黙示録はクリスチャンに関係がないということになってしまいますからね。そういう意味でこの一節の、まあ、言葉と、まあ、解釈というのは非常に、まあ、
黙示録理解の一つの鍵と言われている箇所ですね。そして、まあ、2節以降ですね、見ていきますと、たちまち私は御霊に感じたとね、御霊に感じて、そして何かこう、霊においてね、この第三の天、パラダイス、天国にね、神様がいらっしゃるところに引き上げられたわけですよね。すると見よ、天に一つの御座があり、ね、御座についておられる方がね、まあ、イエス様がおられる場所で、イエス様が昇天されて、ね、その右の座にイエス様がおられると箇所ですけども、後でまあこうそのことがだんだん明らかにされてきますが、その方は碧玉や赤目ののように、ね、その周りには碧玉の見える虹があったとね。で、聖書ではですね、この神様自身をね、見るとか神様に触れるということはね、何かそれはですね、こう死んでしまうような出来事ですからね。神様の臨在、清さ、圧倒的ですからね。神様の臨在のですね、こうにこう触れた時にね、この表現のしようがないわけですよね。ですからこのその神様の臨在の印象をね、碧玉の、あるいは赤目のね、緑玉のようにというね、こういうなんていうか、こう素晴らしいこの宝石のですね、印象にこう置き換えてね、象徴的にまあ表現しているわけですね。そしてその御座の周りには24の座があったね。これらの座には白い衣を着て金の冠をかぶった24人の長老たちが座っていたね。でまあこの、まあ、24人の長老ね、24という数字にもいろいろ意味愛がありましてですね、まあよく言われるのは、まあ、イスラエルの十二部族の十二、またこう十二使徒の新約のね、十二使徒の十二を合わせた24ではないかとね、いうふうにも言われますね。まあ分かりやすく言えば、この長老たちというのはイスラエルではこの民をね、取り仕切るといいますか、統治する、そういう、まあ、役割を担う、教会でも長老というのは、まあ、監督とも言われたりね、する、そういう、まあ、存在ですけども、そういう意味で、神の民、ね、あるいはこの場ではですね、天における、この、そういう世界をね、統治する、そういう役割を、神様の代理となってね、する、そういうこの天使的な存在ではないかと言われるんですね。また別の、まあ、この解釈ではですね、この四章の一節でこの敬虚された教会の、まあ、クリスチャンたちではないかという解釈もあるわけですけど、しかし、まあ、前も申しましたように、ここで、まあ、敬虚が、あるはずがないわけで、ヨハネがだけがですね、霊的に引き上げられて、そして天の、まあ、世界を見せられた神様の中心とするね、この地上の世界、のですね、とは違う、地上の世界ではですね、本当にこう神がの民が勝利するのではなし、逆に迫害の中にあり、苦難の中にあってね、この苦労している、そのような中で絶望に陥ることがないようにね、この指導者であるヨハネをね、に天のありさまを見せてね、この地上の世界の背後にはね、この天の御座があって、そしてこの非造物世界全体をね、この支配する、そういうこの長老たちがね、この座っているというね、そういう姿を見せられたわけですね。だから、まあ、ヨハネにとって非常に大きな励ましというかね、何か正しい詩篇の中にもね、旧約の中にもね、悪が勝利し、そしてこの正義が何かね、打ちのめされるという姿が書かれておりますけどね、神様どうしてなんですかとね、ハバククなんかではそれを抗議している、そういう、まあ
声が書かれております。しかしこの地上でのですね、この信仰生活というのはそういう要素がね、神様と共に生きるのに苦難の中に、この置かれて、神様どうしてなんですかと、私たちが神様に呼びかけるときね、問いかけるときにね、ラッパのような声でね、神様はね、ここに登れと、ね、ここを見なさいと、ね、そして私たちに天にあるですね、御座を見せてください。そしてこの私たちの思った見える世界を超えてね、神様の支配があることを見せてくださるということですね。御説は稲妻と声と雷鳴が起こったと、ね、七つの灯火が御座の前でも燃えていた、ね、これはこうシナイ山でモーゼがこの十戒の板が与えられるときにね、同じように稲妻と雷鳴が起こってね、ああどういう神様とね、イスラエルの民がねこう叫んだ、そういうまあこの描写がね背景にあると思うんですね。だからこのヨハネはですね、この時に掲示されたことだけなしにね、旧新約全体をね、旧約のシナイ山での出来事、またこのイザヤのね証明の出来事、またダニエル、エゼキエルの出来事をね、の幻をね、こう視野においてね、意識してこの出来事を受け止めているということが言えると思います。七つというのは、まあ、完全という意味なんですね、聖書の中ではね。四という数字はこう四方を表して、このと言いますか、全地ね、世界の隅々ということがありますね。だから七ということ数字がね、まあ、たくさんこう出てきますね。6節以降を見ていきますとですね、こう御座の前には水晶に似たガラスの海のようであったね。まあ、この言葉もまたの後に、まあ、説明することになると思いますけども、まあ、出エジプトの時のね、航海のね、海をですね、この意識されている、まあ、言葉であるとね言われている。後にはこのガラスの海のそばでですね、出エジプトの時に歌われた賛歌がね、賛美されるというね、そういうまあ聖書の箇所が出てきますね。だから本当に一つ一つが何かこう地上のなんていうかね、いろんな神様の出来事がね、天上にですね、こう実態がね、ある面で、まあ、天上の実態が、まあ、地上に、まあ、映し出されているというふうなね、まあ、そういう感じがしますね。6節から終わりまで見ていくとですね、その前半には、御座の中央と御座の周りには、前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいたと。ね。なんか少しこう、グロテスクのような気もするわけですけどね。しかしですね、こう、目で満ちた、ね、4つの生き物、ね。これもですね、こう、エゼキエルのですね、こう、ケルビムとか、ね、エゼキエル一章のケルビム、またイザヤ六章のセラフィム、ね、のなったところにもですね、その、類似のですね、この、生き物がね、登場してきます。ですから、天上におけるね、私たちは天上のことを全てはわからないわけですけども、天上にもこういう生き物がいるんだなと。で、そのですね、繁栄として、地上にですね、このイザヤの証明とか、エゼキエルの証明のところにね、そういうこの、まあ、姿がね、一部表されるんだなということですね。前も後ろも、ね、目で満ちていた。ね、これはですね、この四つの生き物のね、がどういう存在であるかということをね、象徴して、ね、この四つの生き物はですね、根津の番をしているね、根津の番をしてですね、こう四六時中この目を見開いて、そしてこの目配りをしている、そういうこの動物である、ね、そしてこの知性に満ちており、
そしてこの八節にはですね、6つの翼が、ね、これは非常に素早い、そのような、まあ、あの存在であるということですね。まあ、獅子とか、お牛とか、人間のような方を空飛ばしとかね、まあ、それぞれ、まあ、意味がありまして、まあ、詳しくは話しませんけども、まあ、獅子、ライオンはですね、百獣の動物の中の王の、ね、ワシなんかはですね、空飛ぶ鳥の中のですね、キング・オブ・キングスというかね、本当にですね、こう、まあ、いろんな国の紋章としても使われるね、そういう、まあ、象徴ですよね。だから、この4つの生き物というのはね、本当にこう、非常物世界の、まあ、冠と、この、なるようなね、そういう、この、代表的な存在、表していると言いますね。昼も夜も、絶え間なく叫び続けた。ね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。万物の神、昔、今、常に、後に来られる方とね、このように、絶え間なく昼も夜も叫び続けているというね。これはですね、この4つの生き物が単にですね、このまあ、御座にの周りにいるですね、このまあ、このまあ、ガードマンというか番犬というか、なんかそういうですね、見張り人であるだけじゃなしにね、この4つの生き物は礼拝者である。本当にですね、絶え間なくこの叫び続けている。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。私たちはこういう描写を、まあ、イザヤ6章に見るわけですけども、そこでですね、イザヤはですね、本当にその臨座に圧倒されたということですけども、天国ではですね、そういうことがですね、もう昼も夜も絶え間なくなされている場所である。ね、地上ではね、ヨハネとアジアの7つの教会はね、本当にもう大迫害の中にあってね、聖書は焼かれ、教会は潰されね、そしてこの多くのものが競技場で、まあ、動物の、まあ、この生贄にされる、十字架につけられる、そういう世界の中でね、もう本当に神様というね、叫び、しかし天国ではですね、万物の支配者、ね、その方が昔も今も後にもね、そしてこの私たちの歴史に介入してくださるお方であるとね、本当にまあこの後、この1世紀2世紀3世紀とね、教会は非常に苦難を通るわけですけども、4世紀になるとですね、皇帝がこのキリスト教をですね、国の宗教として公認してね、まあ、キリスト教がこの国の宗教になっていくというね、そういう、まあ、時代を迎えるですね、その走りですよね。9節から11節終わりまで見ていきますとですね、24人の長老はね、このひれ伏してね、拝み、そして冠を投げ出していったとね。この24人の長老は、まあ、ある面で、まあ、天の御国におけるこのね、内閣のようなもんですよね。まあ、地上では12部族が旧約ではあり、新約ではまあ12使徒は、まあ、そういうふうな礎になったわけですけども、天国でね、この24人の長老、まあ、天使的存在であるというのが正しい解釈と思いますけども、がですね、この礼拝者であるだけでなしにね、この天の世界のね、この統治の、まあ、代理の役割をね、担っているこの存在であると。ね。神様の周りにあってね、神様の御業を遂行したり、ね、神様の御業の支配をね、この仲介したりね、そういうことが、まあ、旧約聖書の中にも出てきますし、福音書の中にもね、この、受胎告知とかね、イエス様の誕生のところにも天使がいろいろ出てきたりしますけども、そのようなこの存在であるということですね。ただですね、この24人の長老たちもですね、このそういうこの重要な役割を担わされているんだけれども、しかしですね、はっきりしていることは17節にあるようにね、
栄光と誉れと力と受けるふさわしい方は神様だけだということですね。そして自分たちはですね、この被造物に過ぎないんだということをね、11節で告白しているわけですね。だからこの彼らはひれ伏してね、神様を礼拝するね。まあ後の箇所でですね、黙示録の中でヨハネがですね、この素晴らしい長老、天使的存在の長老にですね、この礼拝しようとしたらね、いやね、礼拝するのは私たちではないとね、この神様をね、また子羊を礼拝しなさいとね、このようにまあ退けているね箇所があるんですね。ですから彼らは本当にですね、立場はあるけれども謙遜なね、そして神様の前にひれ伏して神様を拝む存在である。そして自分たちのこの栄誉とか地位とかね、そういうの象徴の金の冠をね、神様の前にね投げ出してね、本当に自分たちはですね、この被造物に過ぎない、あなたこそが万物を創造し、ね、万物を存在させられているこの維持者であると、私たちはそのね代理人に過ぎないんだというふうにね告白しているわけですね。で、私たちはここにですね、この礼拝者としてのあるべき姿といいますか、あり方というものをこの教えられるわけですね。まあ本当にこう、私たちはね、この4つの生き物のように、24人の長老のようにね、聖なるかの聖なるかの聖なるかのと、ね、本当にこう、神様をね、万物のね、支配者、創造者、そしてね、この自分を明け渡して、礼拝していくものに、ね、成長していきたいと思いますね。そして本当にね、ここで教えられることは、私たちは地上で、ね、本当に今の経済的な時代の苦境の中でね、うめき、苦闘しておるわけですけども、しかしですね、天上にはですね、御座があり、礼拝の場所がある、ね、私たちはそこにですね、その交わりの中に、この参与しているんだと、ね。で、被造物はね、この何か成功し、何か立派なことをやり遂げることに最終目的があるんやなしにね、私たちは礼拝者としてね、本当にこの生きていくところにね、本当に生きる意味を見出し、生きる価値を見出しね、そのことによって神様からですね、この栄光と誉れ、ね、名の繁栄をね、このおこぼれをね、いただくことができるんだと、ね、いうことですね。本当にまあ、ヨハネは、パトモス島のね、この幽閉された中でこのことを示されてね、本当にこう大きな励ましを受け、アジアの諸教会にメッセージを送りました。で、私たちもそのメッセージを受け止めてね、この礼拝者として、地上の苦闘があるけれども、しかし天上でこのようなね、この天において御心がなされているように、地上にも御心がなされますよとね、この主の祈りの意味がね、この4章にも明らかにされているということが言えると思いますね。この場所を心に留めながら、この1週間も歩んでいきたいと思いますね。じゃあ、導かれるままにお祈りしましょう。